はい、源戦争をやっていきますということで、まあね、最近ね、まあね、前はさ、毎日動画出してましたけど、ちょっと今年入ってからさ、全然動画出してなかったっすけど、ね、突然また動画をね、たくさん出してますが、なんでかっていうとね、さすがにね、十数年ね、据え置き機のゲームやってなかったとはいえ、ちょっと飽きちゃったみたいな。ちょっと飽きちゃいました。なんていうのかな。なんかね、まあ、ファイナルファンタジー7のリメイクにしろ、なんかまあ、言うて RPG っていうよりもアクション RPG じゃないですか。ニーヤオートマタとかさ、まあ、ダークソウルとかさ、まあ、あらゆる溜まってるゲームをやってるんですけど、なんかね、全部アクションなんですよね。自分の RPG が大好きなんですが、ね、言うて全部アクションなんですよね。なんか違うタイトルなんですけど、なんかやってることはなんか同じ感じでね、なんか飽きちゃいました。だから最近ちょっと再びアプリゲームをちょっと頑張ってます。なんか本当の昔ながらの 2D のね、アプリゲームをやりたいなって感じですけどね。まあ、かといって昔やってたゲームをね、改めてやろうとは思わないです。古いゲームをね、当時もやりすぎっていうくらいやり込んだんで、それをもう一回やろうとは思わないです。そんな感じで、今日はね、あれ作ってきたんで、スパインブレード、プラス5、アサルト、なんか最近気づいたんですけど、いつからっすか？このスパインブレード作るために謎めいた樹液痕とか必要なんですけど、前は確かね、謎めいた樹液痕って、イベントクエストとかでしか落ちなかったんですけど、なんか気づいたら、普通のストーリークエストでもね、落ちるように、まあ、改善されてましたね。まあ、これも前ね、要望で出してたことではあるんですけど。まあ、ただ前要望出した時はね、もっと、まあ今でね、ストーリークエストっすけどね、まあ、秘伝書クエストとかさ、まあ、あらゆるクエストに、こういう謎めいた樹液痕くらいでさ、ドロップするようにしろよっつったんですけど、とりあえずメインストーリーだけっすね。まあ、あとはそれ以外のね、素材もドロップしてくんないと困っちゃうんで、結局さ、レシピは、まあ、大変だけどレシピはいつ集められるんすよ。チョコプリンイヤリングとかもね、一応レシピは集められるんす。どうしてもね、この素材がね、集めらんないですよね。まあ、このチョコプリンイヤリングだったら、この彩りゼリー。これがもう全然足んない。前もこれ、ゆらくの心はね、イベントでしか落ちなかったんですけど、ね、イベントクエスト、メインストーリーで落ちるのは、まあ、だいぶ時間かかったけど、多分これ最近でしょ？だいぶ時間かかったけど、いやでも遅すぎるな。もっと早くやるって感じですね。彩りゼリーとかもどっかでは取れるようにしてくんないと、永久にこのチョコプリンイヤリング作れないんで、もう EX ジョブ来てからね、要望とか出す気力も起きないんで、EX ジョブ来てからね、ちょっとしばらくしてからもう要望とかは一切送ってないっす。まあ、運営さんがね、動画を見てくれると信じて、動画内でね、細かい要望をね、言っていこうと思います。今日はこのスパインブレードプラス5、アサルトね、防御貫通率アップ 20%、攻撃が154。悪くないね、強い。これいいじゃん、すごくいい。いいね、いいね。剣もね、ちょっといろいろ、剣言うてまだナグナロクくらいしか、言うてナグナロクよく使ってるんでね、それを超えるのようやく来たなって感じですね。あと、これもね、
あの光の剣みたいなソードオブライトも一応プラス5作れるんで、まあ、今度で作ります。うん、ちょっと本当は素材なかったんですけど、メインストーリーでなんか変なマーブルチョコみたいなやつ落ちるらしいんで集めてきました。さ、まあどうしようかな。普通にヒットポイント攻撃魔力でいきましょうか。そうそうそう、もうだからさ、動画とかにさする気力なくて、あの最近全然動画上げてなかったんですけど、その間もねちょこちょこ一応ブグ育成はしてたんですけど、まさかね、あの UR 武器の、あの最近レインがね、ようやく、4突になったんでね、あのレインをようやく育成し始めて、あのアビリティレベル上げとかね、だからレインを使うためにね、あの魔法の体験をね育成したんですけど、あの UR のまさかの刻印だけでねカンストできました。あの魔法体験、あれ奇跡だったんじゃないかなと思います。まあ、パスはね未だかつて買ったことないんで、いまいち効果はねまだ体験してないですけど、どうだろう、これ4でしょ、ちょっと渋いね。いや命中もえぐいわ、これ命中もえぐいっすね。命中14、これ結構えぐいな。命中14もちょっとえぐいっすね。命中攻撃魔力に変更します。これ命中かなり厄介ですね。今レベル11の時点で、結構いまいちですね。まあ動画内でね、まあ、カンストできなくても、まあ一応あくまでねこれはね、まあ、なんていうの、まあ、いつか打ち直した時とかにする時にね、自分が打ち直す時とかにね、うん、何上がるっけみたいなのを確認するためもあるんでね。まあそんな感じで、さあ果たしてカンストできるんでしょうか。いやこれやっぱね、ネックは命中っすね。いや今なんか攻撃2しか上がんなかった気したけど、気のせい。ヒットポイントはそんなに気にしなくてもいいかな。命中が埋まってくれれば多少の希望はできるんですけどね。で今レベル20、レベル20の段階で、攻撃54、あと30レベルで100上がんなきゃいけないか。まだいける範囲がないですね。うん、あーきついね、この装備結構きつい気がするな。いやいやいや、お、よかったよかった。クリティカルが埋まりました。これはでかい。クリティカル埋まったのはでかいっすね。何か一個埋まってくれれば、多少はね、上がる確率上がるんで。いいねいいね、巻き返してきた。巻き返してきました。急に巻き返してきました。これやっぱスタート地点からヒットポイントじゃなくて命中の方が良かったな。深く考えてから育成始めるべきだったな。まあでもだいぶ命中もね、上がってきましたね。悪くないです。
全然希望ある。うん、命中もだいぶ追い上げてきて、結構なんかいける気がしてきました。ああ、魔力だけっていうのが一番嬉しくないな。いや、ほんとさ、この1レベルずつ上げるシステムをほんと早く投入してほしいっすね。あと、ユニットのさ、ブレイブフェイスの、ソート。ブレイブとフェイスをさ、一括で見れるようにしてほしいんですよね。いちいち超高難度とかで死んでさ、ブレイブ上げに行くときに、誰がブレイブ下がってるかさ、一人ずつ確認するの超めんどくさくて。いや、どうだろうね、攻撃もうちょっといってほしいっすね。攻撃もうちょっといってくれると嬉しいっす。いいね、いいね、ヒットポイント埋まりました。なんか動画撮ってるとさ、くしゃみが出るんですよね。たまに動画途切れるときあると思うんですけど、あれはね、くしゃみしてます。もともと鼻炎持ちなんで。うん、魔力ももう埋まる。これカンストいけるな。いや、微妙かな。ちょっと攻撃だけがちょっと上がらなさすぎてるんで、ちょっと厳しいっちゃ厳しいっすね。攻撃だけになっちゃうと、プラス1の失敗判定がね、多発するんで。もっと平均的に上がってほしかったところではある。うわぁ、これは厳しい。これ厳しいっすね。まさかの攻撃残り。これね、攻撃残りになると失敗判定がね、多発するんですよね。頼むよ、マジで。あれ？失敗判定っていうシステムなくなった？おるおる。何？これももしかして、サイレント修正されてる？サイレント、情報修正されてんじゃないの、これ。まさかの失敗判定なくなったみたいな。すごいすごいすごい。もうカンスト確定しました。おお、すごい。失敗判定、マジで。もしかしたら、サイレントし、きたー、失敗判定。ただの運だった。ただの運でした。運の情報、上振れでしたね。運の上振れでした。ちゃんと失敗判定はありました。たまたまなのか、もしかしたら確率が、多少は変わったのか、どっちなんですかね。まあ余裕の、しかもいい感じ、ちょうどぴったりだね。素晴らしい。ドワーフの土7個使って、一応カンストできました。うん。そんな感じで、無事ね、スパインブレード、1回でね、カンストできました。これでさ、いつもこの光の戦士、ナグナロクだったんですが、このスパインブレードにね、変えるの全然ありっすね。うん、ナグナロクより全然強いもん。全然いい。こっち、防御貫通率アップっすからね。最高、最高。またこのソードオブライト、どの道に光の戦士はこのソードオブライトの方がいいっすからね。これをね、ソードブライトも素材あるんで、時間ある時にね、プラス5作っていこうかなと思います。まあ、ね、前から言ってる
ね、謎めいた樹液痕とか、あそこら辺ね、クエストとか、なんか 何かしらのクエストで落ちるようにしろって言ってましたけど、まあ、そういうさ、せっかくいい修正来てるんであればね、もっとお知らせとかでさ、大々的にそういういいお知らせ、やればね、いいと思うのにね。自分がもしかしたらお知らせ来てんのかな、わかんないですけど、最近なんか細かいお知らせ一切見ないんで、新キャラとかそういうの、新キャラだけかな。うん、カミーロとかさ、あの新キャラ来た時だけ見てる感じですね。そんないい修正してるならさ、もっと大々的にお知らせすればいいのにね。もったいない。謎めいた樹液痕も、メインクエストとかで落ちるようになりました、みたいなね。そういうお知らせバンバン出していけばいいのにと思うんですけどね。まあ、ただ全然足んないですけどね。あの、全素材全然、あの、ドロップ率とか変えてね、調整してもいいからさ。全素材落ちるようにしてくんないと。何かしらのクエストでね。うん。まあ、そんな感じで、無事ね、スパインブレードプラス5完走できました。うん。どうもありがとうございました。